ボールのどこに足を当てるかが一番大事だから、例えばこのリフティングしてるときはちょっとつま先に当ててるけど、こうやってやったら結構インステップできないし、力なくたって絶対当たれば跳ね上がってくるから蹴る必要ない。上からボールを上から、小学生とかってやっぱ頑張れってやれっていうみんなこう、そんなイメージ、目線が動くとプラタイみたいなって、ちゃんと上から見て、もし今からリフティングを教えるんだったら何から教えるの？上から見る感覚、絶対上から通すんですか。俺、小5で1万回やったけど、1万回 ?100 回できれば、まずそれを繰り返す。1万回でどれくらいの時間かかる？1時間40分、やば。ずっと、頭おかしかった。